飲食店が抑えるべき防災設備ということなんですけれども、まあ、結論から言っちゃうと感知器や、誘導と消火器が基本設備で、よく出てきまして、あとですね避難経路避難設備みたいなものがあります。あとね、建物の大きさによってスプリンクラーやダクト内消火などなど、建築条件によって、変わってくるというものが出てきます。でね、これね、こうざっくりとお話ししないと結構難しい内容になってしまうので、まず本当に、勉強されたい方はちゃんと法律の勉強を、抑えておいた方がいいと思いますが、ここではですね、まあ、こんなもんがあるんだなっていう程度でね、こうざっくり覚えておいてほしいんですよ、ね、でまずはですね、設置基準としてですね、飲食店をやるとしたらですよ、感知器は居室に1つずつ入れましょう。次にですね、消火器はね、まあ、ちっちゃい飲食店ならね1個だけ置いときましょうと。で誘導灯は一番出入り口から遠いところから逃げれるように見えるように設置してみましょうと。で、ここまでがね、こう結構必ず設置を要求されるものなんですけれども、分からなければ、まあ、まず自分で想定しますと。で調べ、まあ、ググればね、ある程度設置基準は出てきます。ただ、まあ、消防署、まあ、所轄の、まあ、そこの担当になっている消防署にまず事前相談に行くってことは大前提になります。なので早めに1回平面図ができて、あ、まあ、こんな感じかなと基準をこう押さえた上でお話しに行くといいと思います。であとはですね、ここからはですね、建物規模とか用途とか他のね、僕らが入っていくテナントだけじゃなくて、建物の上に例えばアパレル入っていたり、サロン入っていたり、オフィス入っていたり、住居だったりみたいな、そんなことによってね、結構大きさとか階数とかによっても変わってくるんですよ。でこの辺がやっぱりちゃんと学んでおいた方がいいとこなんですけれども、まあこういう話の中ではね、時間に限りがありますので、全部は話せませんが、まあ、簡単に言うとですね、例えばこう感知器や発信機、壁についてるあのボタンみたいなやつですよね、たまに見ますよね。でそれでまず火事だよってこう知らす、まあ、知ったりとかね、煙で感知したり熱で感知したり、あ、火事だと思って人が押したり、発信機ですよね。でこれらを受信するのが自動火災報知器の受信版みたいな形になっております。これと総称して自火報とかって言われたりしますよね。で実はその自火報と連動したりするのがですね、さらにこうスプリンクラーなんですよ ね。これはね、やっぱり初期のね消火活動で使われますよね。であと避難器具がよく出てきますね。これも火事の時、階段からこう降りれない時ってあるじゃないですか。あるじゃないですかって分かんないですよね。火事が起きた時にやっぱこう縦でこうつながってる階段とかですね、下で火事起きたら一気に燃えやすくなりますよね。で例えばそれが1個しかなかったとしたら、階段がですよ、3階以上で階段が1個しかない時ってもう危ないじゃないですか。でかつ一応基準としては収容人数みたいな、まあ、そこに何人いるかみたいな、10人以上の時は設置しなさいねみたいなものがあったりするしたり、2階や地下でね50人ぐらい以上ね、いる時は、収容人数がある時は、避難器具設置しましょうねみたいなものはあるんですけれどもね、あるんですけれども、このね収容人数の数え方もねちょっと変なんですよ、特殊なんです。まあ、この辺はねまた別の機会にお話ししますね、あの長くなってしまうので。でね、実はこの中で防災屋さんにお願いした方がいいと思うんですよね、基本は。で設計者としてどのようなものが設備が必要かとか、どんなぐらいの設置がどんな設置があるかっていう設置が必要かっていうのは絶対に把握しておいた方がいい内容なんですけれども、具体的にね前回も話したと思いますが、まあ、この辺の話はちょっと遡って、他の電気設備とか他の設備屋さんにもやっぱり現場で実行する
職人さんに図面を描いていただいた方が確実だっていう話も以前話したと思いますが、ここでも一緒でですね、防災屋さんには描いてもらった方がいいんですよ、やっぱり。で、ただ防災屋さんがね、よくやってくれないのもあるんですよ。それがね、誘導灯です。ね、まあ、やってくれる人もいますよ。全部やりますよっていう方もいますが、いや、うちはね、感知器だけなんですよっていうこともあります。なので、その辺もね、事前に打ち合わせをして、あ、そうなんですかっていう形で、どこまで申請を出してくれるか、どこまで施工してくれるのか、まあ、業務範囲をね、事前にちゃんと把握しておくってことが、重要になってくると思います。今日はですね、飲食店が抑えるべき防災設備ってどんなものがあるのかなっていうことなんだったんですけれども、まあ、今話に出てきた、感知器とか誘導灯、消火器、基本でスプリンクラー、ダクト内消火、あとは、避難設備、ダクト内消火か、ダクト内消火の説明してませんね。これはね、簡単に言うと、そのやっぱ火事が飲食店に起きるときって、厨房機のひまわりじゃん、火を使ってるとこじゃないですか。でそこでね、空気を吸っている、ダクト、フードとダクトがあって、そこにボワーッとこう火が回っちゃうことってあるんですよ。あと常にこう油を吸ってるんで、ダクト内の油がぶっとべとになってるんですね。だからそこにもし火がついたら一気にボワーッて回ってくるんですよ。でダクトって屋上に例えばファンを設置していたら、屋上までダクトがつながってるんで、一気に屋上まで火が移って建物の中がボワッと回るんですね。でそのためにダクト内をこう消火するっていう、ダクト内消火設備っていうのがあったりします。まあ、ダンパーとかもあって、バタンって閉じて空気を入れないようにして、火って空気で燃えるじゃないですか。だからダクト内をこう空気なくしちゃって、酸素なくして燃えないようにしちゃうっていう設備もね、常時設置されてたりするので、この辺もね、もし知りたい方はこうちょっとググればわかるかなと思います。まあ、こういうことが飲食店でも考えなきゃいけない、防災設備なんですよと。これをね、丸投げしても僕わかりませんからみたいな話をねしてると、ちょっとね、設計書としてはどうかなと思いますので、押さえておいてください。